討伐軍と魏軍が敵対していた頃、魏軍の拠点楽城を混乱に陥れた女がいたという。傘一本で魏の軍勢を翻弄したというその人物に曹操は痛く興味を惹かれて、当時綾御前と蓮氏が魏軍拡乱に回る予定だったという情報を聞いた曹操。無事敵の背後に回れましたね。存分に打ち倒し綾殿、笑顔がすこ、あら、お待ちください。何でしょう、敵陣が。気づかれたわけではないようですね。騒ぎは何が起きているのか分かりませんが、とにかく私たちも。あなたは私が守ります。とにかく私たちの役目を果たしましょう。敵襲だ、味方をやめ。困りましたね、早くも敵に見つかってしまったようです。僕はプランが目的です。ここで敵を迎え撃つことにします。鮮やかなお手並みですね。思わず見とれてしまいました。紹介様、見つけた。やった、お前か。先ほどから何度も私の邪魔をするのはやめろ。照れなくて素晴らしいことを。さあ、お顔を見せとくれやす。寄るな。ない連れなくされたら、うちもっと追いかけたなります。はよくぞなしました。あなたはアヤの心をよくご存知のよう。以上、紹介殿の邪魔はさせんぞ。やん、いけず。こいつら化け物だ。あらあら、人を化け物だなんて失礼な人たちね。うろたえ者に礼儀を教えてあげましょう。お手並みですね。思わず見とれてしまいました。この敵軍の混乱ぶり、一体何が起きているのでしょう。鬼が出るか邪魔出るか見極めておきます。あのおかしな女を見たことがない。しかしさすがに今頃何？あれだけの軍勢を突破してきたというのか。くそ、相手にしてられるか。これ以上紹介殿には近づけさせん。うち辛抱に相手なんです。どうなっても知りませんよ。よくぞなしました。あなたは彼の心をよくご存知のよう。
称の名、私が頂戴いたします。お前たち何者だ。まさか女の仲間か。あちらで誰かが戦っているようです。いよいよ混乱の中心にいるようです。あなたはアヤの心をよくご存知のよう。Thank you.
くな。うちはええ男はんを追うてただけどしね。なるほど。ではその人さらし、私たちも協力しましょう。やあ、嬉しおす。ほな、連れ持って行きましょうな。協力だなんて、アヤ殿は何か考えをお持ちなのですか。時には流れに乗ってみることも必要です。いや、それはなんとなくということですか。勝手にしろ。何をしてる。まあ、お顔エロー綺麗で可愛らしおすのに、なんや残念なお方どすな。なんだと。力も額もおすのに、なんだ、おかわいそうなこと。どうか気を落とさないでくださいね。しっけえなやつだめ。器まで可愛らしく、かわいそうなのですね。我々の勝利です。いやあ、なんやかんや言うて楽しおした。せやけど。ならば、私たちと共に来ると良いでしょう。いやあ、嬉しおす。あらあら、なんだか大変なこと。